どうもどうも、あらららら、たくさんこんばんは。どうもすいません、どうも、すごい人入ってます。あららら、ありがとうございます。どうも、あー、なんとこの手も振っていただいてありがとうございます。優しいです。うわ、優しいですね。ありがとうございます。何、僕ら見に来たん、ね、本当ね、え、本当ありがとうございます。僕ら見に来たんって言ったらこの手の振りが早くなったそうそう、違う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 みたいな。どうもよろしくお願いいたします。本日 MC 務めさせていただきます、なすなかにしでございます。よろしくお願いいたします。お邪魔いたします。ありがとうございます。ごめんなさい、我々来ちゃいまして、ね、はい、さあ皆さん、本日はですね、EXILE TAKAHIRO 10th Anniversary Year & Explore リリースイベントにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。これは今の CL と YouTube でも生配信ということでございますので、はい、どうも見えてますか。はい、皆さん見えてます。ありがとうございます。我々ね、コメントも読めるようになっておりますので、うん、そうなんですよ。こんな感じでありますのでね、はい、どしどしとね、はい、ぜひガン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 コメントの方もよろしくお願いいたします。お願いいたします。すみませんね、これまあ皆さんお気づきかもわからないで、始まるまでそこで待機してたんですけど、そうですよ、声聞こえてました、ね、あ、聞こえてたんだ、あの人の声丸聞こえやね、でかい、ほんまに、ね、マジでなんであんな大きい声で喋んの、あの人よう声通るよね、やっぱり。 それで皆さんちょっとざわざわっとしましたよね。そうよ、わははは言うてたで、あれあれ、そこの窓なかったら多分池袋中にこだまする聞こえる声よ、よく通る綺麗な声だから、よく通る声ですよね。やっぱなんであんな抑えないのかな周りの人も別に止めもしないよああそうですねみたいな。でも高弘さんが大笑いしたの、あれ俺がボケたからですよ。いや、なんやねんそれ、ね、何のプライ、いや拍手拍手あ、優しい、すごいいい方々ですね。優しい、ありがとうございます。ね、でもやはりこう、うん、我々だけが長々と喋ってもダメですのでね。そうでございます。皆さん早速登場していただきますか。呼びましょうか。いいですか。いよいよでございますよ。ご準備よろしい。楽しみやもんね。ねえ、そりゃそうよ。そう、ただ我々が呼ばなければ出てこれないというそういう仕組みになっておりますけども、そんなこともございません、ね、早速登場していただきましょう、うん、はい、エグザイル高弘さんです。高弘さん、あった来た、来ましたよ。どうもどうも、すごい、もうこれは嬉しい。皆さん待ってましたから ね、ありがとうございます。なんで今喋らへんの向こうでめちゃくちゃ喋ってたよ。たくさん喋ってたよ。声大きい言うたからちょっと控えていや、ここやん小声で喋るのやめてください。小声はね、はい、というわけで、はい、会場にお集まりの皆さん、そして生配信をご覧の皆さん、こんばんは、EXILE TAKAHIRO です。よろしくお願いします。お願いいたします。ね、すごいわ。いや、ちょっとあれですかね、はい、はいはい、多少声大きかったですかね。いや、もう結構やっぱ聞こえてたんですって。聞こえてました。ね、全部ね、ね、めちゃくちゃ聞こえてたでしょ。お二人が面白いからもういや、やらしいな。それは否めないけど。何やねんお前乗っからんでええねん、いや、まさかこんな近いと思わずに。そう、そうですよね。知らなかったんです、はい、こんだけ近いって。もうちょっとなんか扉があってここかなと思ったんですけど。そうですよ。そうそう、パーテーション1枚でした。1枚やったから、はい、そうですよ。だから大笑いした後にパーテーション1枚に気づいたんやから。そう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 よ。だからね、でもそれが良かった。逆に ね、 皆さんね、声も聞こえた。なんだったらちょっと緊張しましたもんこの近さ近いあ近いそう聞こえちゃうんだみたいなね。でもこういうイベントが初めてらしいですよ、ここでやるっていうのが。え、あ、そうなんですね。そうなんですよ。 ありがたいです ね、 集まっていただきまして、素晴らしいですよ。さあ今日はですね、サンシャイン池袋60階にある展望パークからお届けしてるんですけども、うん、はい、ちょうど今コラボイベントが開催されてるということで、高弘さん、この、はい、この場所でですね、はい、まあ、ちょっと前まで水族館でもやらせていただいたんですけど、ええ、今モニターにも出てますけどね、はい、はい、展望パーク ×EXILE TAKAHIRO ということで、はい、スカイミュージアムと、うん、スカイミュージアム、はい、コラボイベントを開催させていただいてます。なんかこんな場所でね、できるっていう、なんていうの、サンドイッチとかも出されて、コラボで。そうなんです、はい、そういうオリジナルメニューを、ね、はい、作らせていただいて、ね、飲み物もスカイミュージアムサワーレモン&長崎みかん、これ僕らも飲ませていただいたんですよ。めちゃくちゃ美味しかった。いや、これなんか評判いいんですよね、はい、めちゃくちゃうまかったっす、はい、そうそう、うん、美味しかった。僕まだいただけてないんですけど。え、マジっすか。あれめっちゃうまいですよ。そうです。高弘さんは知ってんのよ、どういうものかは。いや、っていうのも、うん、今日もそうなんですけど、うん、ええ、大人気でこの場所が、はい、夜9時まで営業されてるんですけど、はいはい、だから僕まだ入るなって言われて。あ、そうなんですか。そうなんですか。下の車でずっと真っ暗い目の中で
待ってたんですよ。そうかそうか、はい、待ってたんですか。一般の方々がいらっしゃるんでっていうこと。それぐらい大盛況ということでございます。そうなんですよ、ありがたいことなんですけど。食べられました皆さん、サンドイッチとかも食べられました皆さん。あれ、あれ美味しいよ、ね、角煮、あの角煮がこう挟まってサンドイッチめちゃくちゃ美味しくて。そうなんですよ、あの僕長崎出身なんですけど、長崎にちなんだというか、なんかこうせっかくなんで僕らしいメニューを作れないかということを、はい、まあ、スタッフの皆さんとこうお話しして、はいはい、あの作らせてもらって。長崎だと角煮まんじゅうっていうのがあるんですけど、はいはいはい、それ有名な、はい、うん、それを今回あのこの展望パークならではのメニューということでオリジナルで作らせていただいて、ね、ぜひ皆さん召し上がっていただけたらなと思います。最高に美味しいよ角煮。あ、はい、本当ですか。本当、俺あのサンドイッチ食べながら白いご飯も食べたなりましたもん。 あ、 れ、 あ、 あ、 そう、あまりにも角煮おかずとしてね、ほんまご飯にご飯にサンドイッチ乗せたろうかみたいな、うん、それぐらい美味しい。あ、本当ですか。マジでうまいです。はい、よかったです、ね、ぜひぜひ皆さんチェックしてください、はい、では高橋さんおかけいただいてですね、はいはい、ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、この展望パークとのコラボももちろん素晴らしいんですけども、うん、今日9月6日は高弘さんにとっても素晴らしい日ということをお聞きしてるんですけども。そうなんですよ、はい、約6年ぶりですかね、はい、オリジナルアルバム、ね、エクスプロールをリリース出ましたよ、いたしました。あ、もうお持ちの方もいらっしゃる。いらっしゃいますね、もう、ね、今こテーブルにありますけども、はいはい、これもう本当に久しぶりなんですけど、ね、まあ、この6年の、まあ、僕のもう全てを詰め込んだといいますか、はい、まあ、6年だけじゃないですね、うん、これまでのもう本当にアーティスト活動、うん、もうギュッと詰め込んだ渾身の一作になっております。集大成みたいな感じのね、はい、集大成。新曲なんかも入ってた、新曲もかなり入ってますし、入ってるんですよ、ね、僕なんかこう昔からなかなかこう出し惜しみをするっていうことができなくて、ほう、ああ、なんかこうサプライズとかもそうなんですけど、ええ、プレゼントとか、ええ、そういうのもこう例えばサプライズでなんか3つ準備したとしたら、ああ、それ1個ずつこうサプライズで渡したいなと思って買ってんのに、はい、我慢できなくて一気に渡したいな。そこ我慢してほしいな。そうですよね、だからサプライズできない人で、だからもうそういうアルバムになってまして、だからもう詰め込みまくったアルバムって、詰め込みまくってちょっと次回どうしようっていうぐらい、うん、逆にもう先のこと考えてないみたいな感じのもう次回分まで詰め込んじゃったんで、うん。あ、そうなんや、はい、次回の薄々なったら嫌ですけどねでも嬉しいですよね、そうやって詰め込んでいただけるっていうのが、ね、もう嬉しいよ。音源もそうですし、はい、映像も本当にたっぷりと映像が。なので今回ですね、はい、せっかくなのでその新曲のアンコンディショナルの MV をですね、はい、ワンコーラスだけ視聴者の皆さんもそしてここにいる皆さんも一緒に見ていただきましょう、はいはい、こちらでございます、どうぞ。すごい場所これ。すごいっすよね。これどちらですか。これは千葉です。あ、千葉なんだ、はい、千葉の屏風ヶ浦。屏風ヶ浦、はあ、屏風ヶ浦、屏風、誰に聞いてるんですか屏風ヶ浦ね。 あ、そうそう、へえ。屏風ヶ浦っていうところにこういうもうすごい崖がずっと続いてるシチュエーションがあって、素敵なロケーション、はい、今までとは違うタイプのラフ、かっこいい。身よりも深く空も濃いような説明できない。なんかこうミュージックビデオをファンの皆さんと直接一緒に見るってあんまりないんで、ええ、あ、そうか、ちょっとむずがゆいむずがゆいですね。ちょっと照れくささもあったりも、なんか何の時間だこれみたいな確かに確かに、これはね、もうめっちゃかっこいいやん。いいな、これ本当にいい具合に天候にも恵まれて、天気いい感じだったんだ。なんかこういうミュージックビデオなんでこうコントラストつけたいなと思って、はい、あんまり晴れてほしくなかったシーンもあって、晴れすぎてもダメ。そうなんですよ、で晴れてほしい時に晴れてくれて、すごいな。そうなんですよ、やっぱ持ってるな高弘さん、綺麗な、めちゃくちゃいいや。うわ、本当雨も降ってますもんね。これは降らせたんですけど。降らせた、はい、そういうシーンもあるわな、そら。
いや素晴らしい、はい、ありがとうございます。かっこいいですよね。いい歌だな。ちょっと今お見せできるのはここまでということでございまして、ありがとうございます。ごめんなさい本当に。もう2コーラス目からはもうほぼ裸ですから。ほぼ裸？嘘です。いや嘘かい。信じたわちょっと。濡れてねえびしょびしょで。うわ。なんで高弘さんってこの濡れるの似合うんやろな。ほんまに。いやなんか。濡れアーティストなんですよね、気づいたら。そんなジャンルないよ、濡れアーティスト。濡らされアーティストで。濡らされアーティスト。ソロとしてデビューした、まあ、一戦一秒っていう曲があるんですけど、もうその時はもう濡れるどころか、もうバラ風呂に入らされるっていう、使ってるパターンのところから始まったんで、まあ、今回はなんかこう、いい感じで濡らしていただいて。ねえ、はい、いやー、すごいよ。これどうですか、このミュージックビデオを撮った時の思い出みたいなあります？いや、本当に、まあ、先ほども言いましたけど天候にも恵まれた上に、はい、こんなシチュエーションで撮らせていただける機会ってなかなかないので本当にありがたかったんですけど、これ実際、はい、立つとマジで怖いんですよ。いやそうですよね、切り立ってるもんね崖。もう本当に崖っぷちのスレスレのとこなんで。そうですよね、このステージとあまり変わらない幅ぐらいの。そうなんですよ、もう体感で言うと、本当にもうこの下50メートルぐらい、これだってすごいよ今ここ。え、高弘さん高いとこは大丈夫なんですか？全然ダメですね。高弘言うてんのに。いやその高じゃないやろ別に。本当ですね。そういう意味じゃない。それ全然ダメなんだ。いやもともと全然なんか高いとこ平気だったんですけど、年々ダメですね。こうなったってことになるとね、はい、高所恐怖症になってきて、ただやっぱりこうね、こういう素敵な絵を撮って皆さんにお届けしたいなっていう、はい、思いはあったので一生懸命頑張ったんですけど、もう最初のワンテイク目とかもう全く動けなくて、もう身振り手振りもちょっと怖くて、だから本当にそんな棒立ちじゃミュージックビデオになりませんって言われてですよねってことずっとこうやってるから。いや確かに確かに、そうなるもん。前川清先生みたいに確かにこうやって歌うからね。あれがかっこいい。あれがかっこいい。逆に、はい、そうです。でももう怖いけども監督さんはもうちょっと前にみたいな感じとかも、ね。そうなんです、はい。もうちょっと前に前に。一日で撮り終えた感じ。一日で撮りましたね。そうなんや。でドローン撮影もあって、はい、でそのドローンが本当に日本に数台しかないような最新鋭のドローンを現場にご用意してくださって、ただそれがそのあんまりなんていうんですかこう。使ったことないわけじゃないですか、はい、最新鋭なんで、うんうんうん、でドローン結構近くまで飛んでくるんで、うんうんうん、ちょっと信用性に欠けるというかで結構しっかりしたドローンだったんで、はい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 、ちょっとしたヘリぐらい風くるんですよ。いや、そうかちょっと大きめなんだ、はい、で安定感がすごくて、でかなり遠くにも飛んだり、はい、すごいスピードでブワッとこっちに来たりとか、でくるんって後ろ回ったりとかするんで気が気じゃないですよね。いやね、はい、音もすごいから実は羽音が。そうなんです、そうなんですよ、ね、ブーンって言うから。だから本当後ろちょっと誤作動でドンって当たるともう終わりなんで、確かに、はい、崖にね、そうなんです、落ちていくからめちゃくちゃ危ないですよね。めちゃめちゃ怖かったです。はい、いやいや、でもそれ、ね、素晴らしいですよね。この境やって素晴らしいね、はい、ミュージックビデオになってますから、生きて帰ってこれました。よかったですよ、本当、ね、ぜひこの続きが気になる方は番組終了後に YouTube でぜひご覧になっていただけたらなと思います、はい、さあそしてそんな高弘さんなんですけども、まもなくライブも控えてるということでございます。そうなんです、はい、はい、今年9月21日に、はい、日本武道館で。おめでとうございます。これすごい。ございます。させていただきます。で、これどういったライブを準備されてるんですか、うん、こちらは。まあ、僕にとってその日本武道館っていう場所が本当にこう特別な場所で。そうなんですよね。はい、うん、EXILE にこう加入するきっかけとなった、うん、オーディションが場所でもあったりとか、ね、まあ、その前は空手道をやってたので、はい、空手の全国大会で日本武道館に来たりとかしてて、うん、なんかその人生のターニングポイントというか、なんか大きく何かを感じるとき、なんかそこにいるというか、うん、だからもう本当に夢で日本武道館でライブをさせていただくっていうのがようやく念願かなって。いやすごいじゃないですか、はあ、夢が叶いそうだなっていう感じですね。しかも、はい、ソロでやるっていうのがね。そうですね、ね、はい、本当。だからまあたびたびステージに立つことはあったんですけど、まあ、このソロライブっていう形でこうファンの皆さんにステージ上から恩返しできればなと思ってます、はい、ね、いやすごいじゃないですか。特別な場所だから、ね、かなり内容濃い
ライブになりそうです。そうか、もうほぼほぼ決まってきてるんですね、内容。もう内容はね、そうですね、もう9割9分決まっていて、うん、でリハーサルがようやく始まって、はい、昨日少しだけ聞きに行ったんですけど、はい、やばいですね。やばかったです。もうやばい、やばい、もう鳥肌が5センチぐらい立ちましたね。5センチ、はい、でかない、でかない、1個がでかいてるやん。それ多分鳥ちゃうよ、もう肌がもう鳥じゃない、肌が鳥の肌じゃない、ね、怖いわ、うん、栗肌ぐらいの立ちましたね。立ってるわ、はい、すごいですね、もうやっぱりその長く皆さんのおかげで活動させてもらってますし、で、まあ、EXILE リスペクトと題して、EXILE の曲をこうカバーさせて、セルフカバーしてる企画もあるんですけど、そういった曲もこう織り交ぜながらなので、かなり歴史を感じていただきつつ、高弘っぽさをふんだんに味わっていただける内容になってるかなと思います。今そのホールの時とまた全然違うような感じに。全然違いますね。全然違う、はい、うお、これはね、まさかの曲とかもあるんで、まさかの曲がある、まさかの曲があります。なんやろ、なんだこれは、気になるぞ。楽しみですね、それ、うん、はい、ね、いや、そんな高弘さんにですね、うん、なんとですね、お祝いコメントが届いておりまして、うん、そうなんです、うん、ちょっとその特別な企画ということで楽しんでいただきたいんですけども、はい、そのお祝いコメントを見ていただきましょう。お祝い、あ、動画ですか。はい、 VTR が来ております。嬉、はい、しい、どうぞ。高弘さん、あら、桜田ひよりです。10周年イヤー&アルバム発売おめでとうございます。すごい大人になったな。お久しぶりです。お元気ですか。元気です。ワイルドヒーローズの時は大変大変お世話になりました。こちらこそ。これからも一ファンとして高弘さんを応援していますし、これからも、お仕事を一緒にできるように頑張ります。こちらこそ頑張ります。かわいい、ひよりさん、体調に気をつけてください。ひよりもね、ありがとう。素晴らしい。どうも、ブラックマヨネーズ小杉です。小杉さんや、兄さん、ソロ10周年イヤー、そしてアルバム発売おめでとうございます。ありがとうございます。本当にね、ソロ活動と、グループ活動一緒にやるというのは本当に大変だと思います、うん、でもね、こうやって10周年続けて、たくさんのファンの方が限定で集まってくれてるんですよね。そうなんです。じゃあ、あの兄貴からも、はい、皆さん、弟がお世話になってます。弟言うてもかな。僕とね、高弘は、兄弟ということで、いや、すり寄ってきてるな。これ知らない人いましたね、このノリ。小杉が高弘と似てるっていうノリ。これで、ね、巷ではしっかり言ってます。すごい噂になってるんです。知ってる人は知ってるんですけども、知らない人のために言いますと、僕がずっと高弘に似てると言い続けてたらですね、なんと高弘くんのお父さんとお母さんも、お前小杉君と似てるなと言っていたところが発覚しまして、はあ、これほぼ僕高弘になります。いや、違います。なので、まあ、違います、龍一です。兄弟ということになってるんですけれども、うんうん、本当にね、弟分の高弘の活躍、なかなかね、そばでは応援できませんけども、うん、兄としては嬉しく思っております、なので今回の10周年イヤーとアルバム発売、とてもハッピーな1年になるように応援メッセージいきたいと思います。高弘、おめでとう、ヒーハー。あー、出た。じゃあ一緒に、あの顔しましょう。せーの。いやいや、何してんの小杉さん。おめでとうございました。一緒にじゃないの。全技を出してきたな、小杉さんは。ソロ10周年イヤー、そしてアルバム発売、おめでとうございます。すごい豪華。レイのギターの久志です。そして、ありがとうございます。エースオブスペースのリーダー久志です。リーダーって呼んで。リーダー。ここはすんなりね。というわけで、うん、高弘くんの活躍はね、さまざまな、メディアで拝見しております。うん、お元気そうで、はい、何よりなんですが、はい、おかげさまです。エースオブスペースもね、やってないですね。そうなんですよ。随分やっぱり、うん、あの4人のバランスを考えるとなかなかスケジュール作るのが難しいというわけではありますけども、はい、やりたいですね、そろそろね。やりたいです。爆音鳴らしたいですね。いや、何よりクルーさんが忙しいリリースしてない曲もありましたね。やっぱりね、それぞれが、はい、なのでリーダーいろいろ考えてますんで、もしね、高弘君も少し時間ができたら、考えてほしいなと思います。いや、もういつでもぜひ。そんなエースオブスペースでね、いろいろなツアーだったり制作をしている中でね、僕はね、明らかに違いを感じたんですよ、グレイト。それはそうですけどね、まずね、高弘君の陽、そして私の陰、
ロートインなんだ、インなんだ、久しさん性格がねはっきりできてしまったんですよこれが。まあグレイもテルがかなりのようなんですけどね、またちょっと違ったタイプなんですけどね。ある日ね、あのエースオブスペースのプロモーションで、はい、ラジオ番組に出たんですよ、うん、そしてメンバー4人でね、あの打ち合わせをしている時、ラジオディレクターがね、はい、じゃあ、メンバーの皆さん、このワイルドトライブでした、ワイルドだろう、これ誰かね、メンバーの皆さんね、いていただけたらと思うんですけど、俺心の中で言うわけねえだろバカじゃんよ、はい、誰も言われよそんなことって、うん、まあ世間的にはスギちゃんがね、あのお茶の間に出てたんでしょうね、まあ、そうですよね、そんな中ね、あなたは、はい、エースオブスペースでワイルドトライブでした、ワイルドだろうって非常に爽やかに言ったんですよ。その時気づきました、はい、俺はずっとこういう明るいボーカリストの陰でこそこそギターを恨みしい急に急に落ち込み出した自虐やな、ギター人生だったすごい自虐、ちょっとあの心情のコントラストが激しいですね。そう気づいたのはエースオブスペースをやってからでした。エースのメンバーとは非常に楽しい時間を過ごしましたけども、はい、やればやるほど自分の陰っていうものをこう発見する機会が多くて、いや、そんなことないんですよ、いろいろ考えさせられる活動に、をしてきました、はい、でもなんかそれも込みでなんかねすごく、うん、ゼップツアーとかも楽しかったですよね。楽しかったですね、あれはなんだ、ハイアンドローのね、あの東京、ドームツアー、はいはい、すごくなんか新鮮な体験で、あの楽しい時間だったなというふうに思いました、うん、そしてなんかね僕らが書いた曲をね、だからヒロ君 の, あのロック感で歌ってくれるっていうね、また新たなあの混ざり方ができるんだなっていう、自分の、ギターっていうものに関してもいろいろと気づかされる点がありました、うん、ソロはもちろんですけども、エースオブスペースのことも忘れないでくださいね。もちろんです、うん、それでは、また一緒にセッションできる日を楽しみにしております。ありがとうございます、グレーのギター、そしてエースオブスペースのリーダー久志でした。リーダーおめでとう、ありがとうございました。いや素晴らしい、はい、ということで、いやめちゃめちゃ豪華な、はい、ね、面々の方々に、ね、そうなんですよ、はい、久志さん陰とは思えないぐらいよう喋ってましたね。そうそう、いや陽の方、結局、ね、ワイルドだろうやってましたしね。やってましたよね。ラジオのみならず動画でやってましたからね。いや素敵な、はい、ねえ、お三方とはどういう出会いだったんですか、うん、日和さん、日和ちゃんはあのワイルドトライブという、なんだっけ、なんかぐちゃってなりましたなんか混ざりましたね、ワイルドヒーローズ、ワイルドヒーローズという、すいませんギョーンってなりましたね、うん、スギちゃんって言わなくてよかったですねワイルドだったね、はい、ワイルドヒーローズというドラマで、はい、ご一緒させてもらって、うん、もう当時はまだ本当に子供だったので、うん、びっくりしました、ちょっと女性に大人になって出てこられた時、うん、ね、うん、大きくなったねっておっしゃってましょう、いや、うん、だってまあ、これ裏話なんですけど、リハーサルとか、その言ってもやっぱり疲れるじゃないですか、もちろんもう日中からずっと撮影してるんで、ただその眠かったんでしょうね、僕がこう抱きかかえて、なんていうんですか、こう相手とやり取りするシーンがあったんですけど、ですげえな、寝息が聞こえるんですよ、でもう本番回っちゃってるんで、これコクンとかなられるとさ、その本番にならない、確かに確かに、一生懸命こうちょっとだけこうやって揺さぶって起きなさい起きろよって始まってるぞ、その揺さぶりが気持ちよかったんでしょうねどん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 深い眠りの方に入ってって可愛かったですね、いやすごい度胸やね、腹話術でやるしかないような感じ、ね、いやでも本当に思い入れのある方々ばっかりで、ねえ、はい、で久志さんはさん、いいですか、小杉さん飛ばしますか、小杉さんね、小杉さんも全部伝わったんかな、はい、だって小杉さんが出て似てるって話したらコメントで似てないってめちゃくちゃいや小杉さんもなんかその似てる似てるって周りからこう言われたことがあったみたいで、なんかとある変な夢を見たと、似てないのに、うん、そのなんていうんですか、似てる似てるって言われるその矛盾で変な夢を見たらしくて、うん、で ある日太い髪の毛が一本ニョキッと生えてそれを
裂けるチーズみたいに裂いてったら僕になったらしい。ならへん小杉さん、いい加減にして。だから髪がそんな生えるわけないっていうのと、その似てないっていうのと、似てるって言われるから、いろいろ混ざったみたいで。混ざってて、はい、確かにね、目元が似てんのかな、ね、でもお父さんはお母さんが、ね、いやなんか、まあ、他人の気がしないって言ってましたけど、ねえ、はい、そうそう、で久志さんはもうね、言わずもがな、本当にいつもお世話になってて、ね、ちょっとエースオブスペースリアルにちょっと動き出したいなと、うん、ね、はい、ね、いろいろ考えてらっしゃるってね、おっしゃってたから、はい、時間ができたらということなので、期待したいですね、かなりあの期待していただいて構わないと思います、ね、いや素晴らしい、今後も楽しみでございますね、はい。さあここからはソロアーティストエグザイル TAKAHIRO さんの軌跡を振り返ってみましょう、うん、はいはい、こちらも VTR ご用意いたしましたので TAKAHIRO さん V 振りをお願いいたします。お願いします。 VTR、 はい、ヒーハー、やってる、小杉さん、ようやったな、え、小杉さん、ようやったな。すごいね、サービス精神、ちゃんと V 行ったしな。おうおうこれです、これです、例のバラの、はい、もう濡れてるどころじゃないですよね。この時も濡れてるんですよ。まあ、海でシャワーシーンがあって、はい、必ず濡れる、必ず濡れアーティストに、濡れアーティストだ、はい、ワンちゃんも可愛い。これ床がずっと濡れてた。本当やな、どっかが濡れてるんだ、濡れてますね、どっかが濡れてんの、これも床びしょびしょ濡れてたんだ。なんでだ、はい、おもろいな、そうやってみた。これ外雨でした、たつみ。本当？無理にそんな濡れてるに持っていかなくて。うわ、懐かしいな。これなんか初めてのお芝居だった気がしますね。受け取ってください。あ、出た出た、タガメ。タガメの研究者の役なんですよ。あ、これは濡れてるな、濡れてますね、なんで、ね、皆さん全部濡れてるよ、濡れてるし汚れてるな、ね、なんとなく見てたでしょ今までね、ね、でも濡れてるなってなってます、濡れてますね、濡れアーティストや、お濡れてないかな、お、これもう汗びしょでしたね。あ、じゃあ濡れてるわ。それはいいのよ。じゃあ濡れてる。それ普通だもんね。ああ、懐かしい。わあ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いろんな動画をかき集めていただいて、はい、ね、ソロデビューからクラブ博多座までの振り返りということでございましたけれども、はい、はい、ね、そしてまた次の VTR もあるということなので連続で見ていきましょうか。あ、その後トークということですね。なるほどです、はい、では、はい、高井さん VTR の振りお願いいたします。 VTR 振り、はい、そんなプレッシャー感じることじゃない。VTR どうぞ、いいです、いいです、普通でいいです、そうそうそう、ヒーハーの次何しようかなじゃない、これ行ったから VTR 行ったし、座りのいい顔で。これは、そうですね、初めてファンクラブイベントを開催させていただいて、うん、デビュー曲、これ本当にすごい僕にとっていいきっかけになりました。すごいな、涙で濡れている、最後濡れてますね、一番美しい濡れ方だ、いや濡れてますね、やっぱり。うわ、懐かしいな、これも。すごい、全国制覇。これそうですね、この回で、47都道府県すべて回ることができましたね、はい、これずっとこれと日本酒でいきたい、はい、あ、いいね、歌ってきて、かっこいいね。
マイク忘れた。いや、マイク多分これ。この時もだから小峠さんと一緒に風呂入ったんで。あ、濡れてる。濡れてました。濡れてる。素晴らしい。ありがとうございます。ねえ、ねえ。改めて見るとやっぱこういろんなね思い出あるでしょうけども。そうです ね。ミュージックビデオももちろんそうなんですけど、うん、やっぱりその初めて開催したファンクラブイベントだったりとか、うん、はいはいはい、本当にあの思い出深いですね。はい、僕にとってもすごく本当になんかこう感謝でしかない機会になったので、うんうん、はい、あのっていうのもなんかやっぱりそのファンクラブイベントのおかげで。あの本当に歌が好きになったというか、本当にこう歌を愛して曲を愛してなんかこう自分のベクトルが180度変わったような感覚だったので、本当にファンの皆さんのおかげですね。はい、今でもやっぱずっと歌ってこられましたけども、やっぱりこうソロでやるっていうのはやっぱり特別な感じやっぱします。最初はすごくやっぱりこう気構えてたというか、あの肩肘張ってこう頑張ってたんですけど、やっぱりそのメンバーもみんなこうソロ活動をしたりとか、で淳さんもソロ活動されてますし、はい、なんか自分の色を一生懸命模索して探さないとって思ってたんですけど、やっぱりそのファンの皆さんとこうステージを重ねたりとか、やっぱりこう何回もね会ったり機会を作ることで、はい、おのずと自分の色がこうできてきたというか、はい、なので今は結構リラックスした状態で、あの好きなことをやらせてもらってます。私はね、最初はやっぱりソロでこうプレッシャーみたいなもね、はい、やっぱりね、ありますもんね。やっぱり自分もあんまりこう調子の良くない時期が続いてたりとか、あの歌に関して本当になんかこうスランプ期というか、そういうのが長かったので、あの本当にありがたい機会をいただいて、ね、はい、おかげさまでもう今があるなと思ってますね。ねえ、はい、すごいね。本当にもう、もう道の駅行ったよって方もいらっしゃいますよ、うん、コメントで、はいはいはい、コメントで、はい、ね、初めての道の駅ライブ行きました、うん、嬉しいですね。和歌山参戦させてもらいましたよとかね、うん、何公演も来ていただいた方もいらっしゃいますし、本当だ。でも本当内容の濃かった10年という感じですかね。そうですね、なんか、まあ、いろんな活動もさせてもらったんですけど、やっぱりね皆さんも経験されましたけど、あのコロナ禍だったりとか、はいはい、本当に空白の数年間もあったりとかして、でもその中でもなんかこういろいろメンバーと一丸となって、なんかこういろんなアイデアを考えたりとか、でファンの皆さんと本当に会えない時期が続いたので、はい、もうオンラインでライブを届けたりとか、なんかこう工夫することしかできなかったんですけど、やっぱりそのいただけるこうパワーとかエネルギーが僕らのその力になってるので、なんかそれがない中でこうただただ削られていく感じというか、なんかその数年間を過ごしたこともあって、いろいろこう感じることもありつつ、なんかそういういろんな思いをなこのアルバムに集約できたかなと思ってるので、やっぱり自分もこのアルバムを聴き返してて、あのいい時も辛い時も本当にいろんな思い出が蘇るというか、はい、自分にとってもすごくあの特別な作品だったなと思いますね。はい、でまたここで武道館でね、ソロライブやられて、またここから新しい10年が始まっていくわけですもん ね。なんかこう本当に10年経った気がしてってないというか、やっぱりそのコロナ禍もあったりとかなんとかもあるんですけど、ソロ活動するってこう決めた時に、あのエグザイルの活動は絶対に優先的にやろうってこう心に誓っていて、
っていうこともあってやっぱりその専念できてないので、うん、まあ、これからも EXILE の活動が優先なのは間違いないんですけど、うん、もうちょっとこう情熱的にあのソロをやっていきたいなっていう思いもありますし、うん、まあ、先ほど久志さんともありましたけど、エース・オブ・スペースも、はい、そろそろ動き出したいなと思ってるので、うん、ちょっと精力的にここからはもっともっとファンの皆さんとこうお会いできる機会を作っていけるかなと。おー、素晴らしいですね、皆さん ねすごいやん。またこっからの10年もいっぱい濡れていただいてね。そうですね、濡れていただきましょう。多分10年後もふやふやにふやけてますもうふやけてるんですね、濡れすぎて、はい、光りすぎてねいやもう乾かしたらええやん。そうですね、乾かす暇ないぐらい頑張ろう。暇ないぐらい濡れて、はい、ということでございまして、さあ、ここからはですね、まあ、あのコメントとかもたくさんいただいてますので、はい、TAKAHIRO さんに関する質問などもですね、コメントの方も送っていただけたらなと思います、うん、はい。で、まずはですね、会場にお越しの皆さんからも事前に質問を、はい、募集させていただきました。はい、いくつか今日この場でお答えしていただこうと思います、はい、まずは、沙織さん、はい、ね、水族館や展望台とのコラボとても良かったです、うん、次にやりたいコラボはありますか。お、はい、次にやりたいコラボ、はい、コラボ、いろんなコラボあると思うんですけど、あります。そうですね、やっぱりこういうコラボイベントももちろんなんかこうね、お話しいただけて、お声掛けいただければいつでもやりたいなと思ってるんですけど、なんか最近こう、まあ LDH もボーカリストが増えてきて、あの他のグループのボーカリストともなんかコラボとかしてみたいなって。うわー、それはすごいね。この間ライブ会場に数原龍斗が遊びに来てくれて、はいはいはい、一緒に歌ったりしたんですけど、なんかやろうかみたいな話になって、なんかそういうことももうちょっとこうフラットにというか、あのフランクにというか、なんかやっていけたらいいなと思いました。あ、めちゃめちゃ素敵ですね、それ。あの人見知りなんで、あんまりこう外部の人と接することはちょっと、はい、あの積極的にはちょっといけないのであ、そうなんですね、人見知りで、はい、そうなんです。まずは身内からというか、はい、そこで慣れていって、だんだん外の方に広げていくみたいな。でも芸人さんとかも高弘さん仲いい方多いじゃないですか。さっきの小峠さんもそうだし、小杉さんもそうだし、うん、僕本当友達もそうなんですけど、狭く深くなんで、本当にいないんですよ友達が。意外なんですよね。友達ってと思って友達をずっとこうリストアップしたら、うん、この間 4,5 人目でいとこ入ってきてた、うん、身内が入ってきた。結構早いっすよ、うん、少ないなと思ってどんどんちょっと増やしたいですね、友達とかも ねそんな、まあ、増やさなくてもいいかなと思って深くね、深く行けばいいから、はい、そうなんですね、はい、見たいよね、いろんなね方とのコラボが、ね、やっていきたいなと思います ねぜひぜひ、はい、さあ、こちら CL 配信をご覧の方もですね、ぜひコメントで質問など、はい、ありましたらぜひ。そうですね、どんどん NG なしで行かせていただきます。あ、すごい、この機会でございますから、ぜひ皆さんどしどし送ってきてください、はい、よろしくお願いします。さあ、続いて愛理さんでいいかな。アイリーさん、うん、ここ最近で一番感動した景色はありますか、うん、私は展望パークの夜景で感動しました、うん、素晴らしい、ね、この夜景すごいからね。60階の夜景は綺麗ですけど、本当マウント取るようで申し訳ないんですけど、あらマウントだけに、ついこの間富士山登ってきたんですよ。あら、マウント取りましたねマウンテン取りましたね。マウンテン取りました、はあ、ずっと夢だったんですよ、富士山登りたいなって、はい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 、やっぱり日本に生まれ育って、この一番高い山に登ったことないって、なんか男としてちょっと恥ずかしいなっていう気持ちがあって、そうですね、数年前から言ってたんですけど、なかなか行く機会がなくて、でああいうのってやっぱりこう行こうと思って行動を移せば、行ける距離なわけじゃないですか、はいはいはい、で行かない自分にも嫌気がさしてて、もう今年必ず行こうと決めて、で行ったんですよ、めちゃくちゃすごい。もうそれこそ一応ガイドさんつけてもらったんですけど、はいはい、そのガイドさんもおっしゃってたのが、本当今シーズンもう3本指に入るぐらいのいい天気で、へ、はい、風もそんなに吹いてなくて、珍しく濡れてなくてお前富士山まで行って濡れてたらねそう、大体でも雨雨でね、雨天候変わるから濡らされるらしいんですけど、一滴も降らず、で本当にいい天気の中で、登ることができて、とんでもない、もう雲海と、雲海も見れたんだ。雲海だらけです、もう、雲海って条件揃わないと出てこないですからね。ですよね、はい、ご来光の時点で、もうとんでもない雲海、うわ、たまらんじゃないですか、そんな素晴らしかったです。平気でした、登るの。
登ったことあります？いやないんですよ。僕ら本当5合目とかまでロケとかではね行ったことありますけど、 5合目からですよ富士山って。でもそうですよね、5合目まで車で行けてしまうから、はいはい、車で行ってここが富士山です言うて帰ったような気がしますね本当ですか？資料映像差し込んで終わりたいや、ちょっと舐めてたんですよ、かなり、ちょっとどころか、ね、はい、なんだったらじゃあ飲みながら登りたいなぐらいそんな登山の経験とかなかったらね、やっぱりね一回もしたことなかったんで、高尾山ですら、あれモノレールじゃなくてあれ何ですか、はいはい、リフトみたいな、はいはい、以前登ったりしたんで、ロープウェイみたいな、登山っていう経験がない中で、一番最初初めての登山が富士山だったんですけど、すごいデビューだ。でも登りは案外、まあ休憩しながら、はいはい、ゆっくりガイドさんのこう、言うことを聞きながら登ったので、全然平気 で、で高山病にもありがたいことにならず、珍しく前日お酒を抜いて、はいはいはい、ちゃんとして挑んだんで、すっごい楽しくて、で目的があるわけじゃないですか、登ってる間って、下りがとんでもないです。下りがきついんです。下りやばい。そうなんだ、富士山。下りは本当にもう8倍ぐらいきつかったです。へー、もう目的も終わっちゃってますし、まあ、確かにもう景色がねもうしっかり見た後やし、で景色ももう100点のとこ見てるじゃないですか、そこからもう下っていくだけなんで、下りなので、下山道っていうのがあって、登山道と違って、で下山道がかなりこうなんていうんですか、砂利の、はいはい、砂利道の急坂の、なんか柔らかめで、ずっとこうザラーッザーッて滑りながら、足を取られながらこう降りるんで、踏ん張りながらずっと降りないとダメなんですよ。そうか、ずっと力入ってる状態みたいな、はい、ね、だからもう太ももとか多分下山した時2倍ぐらいになってましたね。そんなに、はい、ものすごい鍛えられてるやんそんなわけないやん、パンパンゾウみたいになってました。鳥肌は5センチやし、はい、嘘ばっかりやん見たことない動物になってますよ。いや本当にもうそれ続いてなんですけど、こちらコメントでいただきました、はいはい、来ました、ナウジュリさん、はい、秋に食べたいものはありますか。これ、秋に食べたいもの、これからの季節ですね。何年もそういえば、うん、まあ、さっきの栗じゃないですけど、はいはい、栗食べてないですね。そういえばでも栗ご飯とかもちょっと何年も給食以来食べてないかって。そうかでもそうですね、モンブランとかケーキもそんなあまりない、栗系は。そう、モンブラン食べないんですよ、あんまり。あ、じゃあ栗、じゃあ栗食べてみたい。栗食べたいですね栗が食べたい。ナウジュリさん、栗が食べたいそうでございます。はい、栗で、なかなかね、さあ、こちら会場の方かな、ナナピーさん、はいはい、今後ファンの方とどんなイベントをやりたいですか。ああ、なるほど。これは、ね、ファンの方々と。あるだろうし、そうですね。なんか、まあ、居酒屋エグザイルとか、うん、うちでこう、開催してるイベントもあったりとかするんですけど、はいはいはい、最近ファンの皆さんとこうお酒を飲んでないなと思ってて、結構前はなんかまあ居酒屋グザルとかもゆっくりいて、はいはい、僕多分8回ぐらい乾杯しに行ってたと思うんですよ、もう出たり引っ込んだり出たり何回も、うん、でも仕上がってる状態でファンの皆さんとこう、はい、コミュニケーション取ったりしてたんですけど、だいぶ飲んでるわけですもんね。そうです、そうです、うん、最近ちょっと飲んでないなと思ってるって、なんか寂しいんで、うん、ディナーショーじゃないですけど、はい、なんかそういう めちゃくちゃいいじゃないですか、そんなんね、ねえ、めちゃくちゃいいじゃないですか。なんか、ファンクラブイベントだったりとかで、うん、まあ、ビルボードとか、うん、うち羽田でもやってますし、はいはいはい、そういうところでね、みんなでこう 酒飲みながらというか、まあ、うん、食事も取りながら、うん、いや、いいですよね。たまには歌わずに、まあ、数曲歌ってみたりして、はい、もう飲むのメインみたいな感じで、もう楽しそうだなと、ね、トークイベントじゃないですけど、大丈夫ですか、そのお酒いっぱい入った状態で歌うとか。大丈夫です、大丈夫ですね、全然大丈夫です。ですし、ハワイも行きたいんですよ、また。あ、いいな、ハワイも。ファンの皆さんと。そんなんたまんないですよね、そんなん、ね、前にエグザイルで、行ったんですけど、はいはいはい、ファンクラブイベントだったり、もう本当にツアーを組んで行ったんですけど、うん、なかなか、ね、コロナ禍もあったりとかして全然何もやれてないんで、もしそういう、なんていうんですか、来ていただけるなら、うん、いや、あったら行きますよね、皆さんね。このルールついて一人はちょっと寂しいんで、うん、結局誰も来てないじゃんっていうパターンは
人望ないなぁ言って、はい、来て友達少ないなって来てもらえるなら、うん、ハワイも開催したいなと思いますね。いやいや、それ、はい、いいじゃないですかね。いやこれはでも嬉しいよね。嬉しい嬉しい、ねえ、はい、ぜひそういうのもね、いろいろ考えていきたいなと思います、ね、やれたら、はい、お楽しみにということで。さあ続いて、うん、まなみさん、こちらコメントからですね、うん、まなみさん、今日の服のコーディネート見せてください。あら、コーディネート、もういつも通り、うん、あのいや可愛いもんな、ね、高弘さん、デニムです。あら、いやなんかあの今日どうしようかなと思ったんですけど、まあ、そんなにかしこまるような、蝶ネクタイみたいな雰囲気じゃないなかなかないですけどね、蝶ネクタイの場所って、そうですね、なかなかない、はい、うん、なんで今日はちょっとラフに。いや、いいな、はい、だいたい私服とかもいつもこんな感じなんですか。私服です。私服、はい、もう完全に私服。完全に私服です。家からこれでおしゃれやな。あのデニムが多い。デニムが多いのと、うん、まあ、古着が好きなんで、はあ、あのツアー中、そのこの間まで回ってたツアー中、はあ、ずっと古着屋さん全国回っていて、で買い集めたのがまだまだあるんで、はあ、今日の T シャツとかもそうなんですけど、はあ、もうずっとそういう感じでやらせてもらってます。あ、じゃあ買っても着てないやつとかもあるんですか。そう、まだあるんですよ。ある。でやっぱり各地でこう買ってるんで、うん、はい、すごい思い出ができてて、その全部どこで買ったか覚えてるんですけど、はいはい、やっぱそれなんか思い出すんでいいですね。ああ、あそこ、そういえばご飯美味しかったなとか。あ、でもいいですね、そういう、あの店員さんにいい人だったなとか、なんか思い出せるんで、あ、行っといてよかったなと思って。やっぱり興味あることで全国回ると思い出がすっごいこうなんて鮮明に残るっていうか、残るぜ、はい、心で記憶するみたいな感じなんでしょうね。たかひろさんも着なくなった服は後輩の方にあげたりもするんですか。僕かなり物持ちが良くて、はい、でそのそうなんだ。そうなんですよ。古着なんで別に古くなっていかないっていうか、逆にもともと元がそれだから、もともと古いんで、ええ、だから最近はなんか、うん、あげたりとかしてないんですけど、もうみんななんか結構それぞれ後輩もこだわりが強かったりとか、うん、それぞれの色があるんで、うん、逆になんかいい迷惑かなと思って、うん、なかなかちょっとプレゼントできないっていうか、じゃあどんどん溜まる一方、溜まるじゃないですか。ありがとうございますって言いながら、うん、いい迷惑だなと思われてたらちょっと傷つくじゃないですか。だから我々もよくあるんですけど、森脇さんから服もらっても着ないみたいな、ね、森脇健二さん昔の若い時の衣装あげる言うて肩パッとこんな入ってるからこっちの事務所の若手全員冷蔵庫みたいな。なるほど。いやだからなんかそれこそあのファンの皆さんがよければ、うん、あのファンプレとかでも、それちょっとほら、絶対欲しいよね。これ絶対欲しいやん。そんな僕らも混ざっていいですか、そこに。いやいやいや、それはいつでも、すごいね。もしそんなんいいじゃないですか、そういうのいいんじゃないですか。嬉しいですよ。そうですね、ファンの方のイベントで、やっぱりその、うん、ツアーも本当にファンの皆さんのおかげでこういろんなツアー回ってきたんで、うん、あのリハーサルのジャージとか、うん、なんかそういうのもかなり溜まってるんですよ。いや、そういうのが逆にいいんですって。リハのジャージ。そうで、なんかそれをあのなんていうんですか、こうあの思い出がすごい詰まってるんで、はいはい、まあ、捨てるのはまずできない。そう。でもなんかこう処分とか思われたら嫌だなと思って、それもなかなかできてないんですけど、欲しいですか。いや、あ、いやこれはそうですよ。ね、こんなめちゃくちゃ記念になりますよ。ね、そんな。じゃあちょっとまとめて。うわ。近々企画します。うわすごいやん。だからね、僕がいい話したね、これね。ねえ、ほんといい仕事したみたいな、ね、いい仕事しました。いや、これも楽しみだね。楽しみね、いろんな楽しみが皆さん今日できたと思いますね。はい、ということでちょっとお時間が来たようなので、うん、ここ質問タイムはここまでとさせていただきます、はい、なるほど、うん、そしてちょっとなんか速報って書いてる。何速報。何、はい、速報。速報。エクスプロールに収録されている映像からスポットライト光の先へ、エグザイル高弘ソロワークドキュメンタリービデオを22時45分から YouTube エグザイルチャンネルで公開いたします、うん、あ、とのことなんで、なんとぜひ皆さんこの後ご覧になってくださいませ、ね、あららら、これ嬉しいね。ぜひぜひご覧ください、ね、うん、あ、なるほどなるほど、うん、もうすぐよ45分って。ね、
あっという間やんか、もう今20分超えてますか。本当ですね、もうあと30分切ってますね。そうなんですね、はいはい、ぜひ注目していただけたらなと思います、うん、はい、さあということでもお時間が来たということなので、はい、そうですか、はい、高弘さん本日のイベントいかがでしたでしょうか。いやめちゃくちゃ楽しくてあっという間すぎてね、早かった。まだまだやりたいんですけど、ね、なんせエレベーターが時間が来ると止まってしまう。そうなんですよ、止まっちゃうから、この時間までに皆さん出ていただかないと60回を階段で降りることになります。そうだからもうそうここにいる全員が象ぐらい足太めてる。そうそう太もも2倍になりますんでね、そういうわけにはいきませんので。そうですね、ということでございます、ね、は素晴らしいイベントでした。はい、またね、機会があればというか、うん、こういうイベントもこう開催していきたいなと思いますし、うん、お二人とまたご一緒できることに、はい、よろしくお願いいたしますので、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ということでございまして、まずは YouTube 配信をご覧の皆様、はい、こちらまでとなります。ありがとうございました。最後までありがとうございました。